スースー、これはあのホラーですかね、鈴木さん。ハッピーゲームだよ。いや違う、ハッピーとか楽しいとか、うん、昔さ、ひなにドッキリかけられたホラーゲームであった楽しいクイズとか。あーそうだね。あれもう姫の動画投稿史上の中で一番記憶に残ってると言っても過言じゃないぐらいのゲームだからね、あれね。そういうパターンで、これもあのもしかしてドッキリじゃない。本当に任天堂スイッチで売ってるホラーゲームがヤバすぎる。キーイイイイ。もう先にホラーゲームって言えばドッキリにならないよみたいなことでしょ、その言い方ね。違うでしょ、ドッキリじゃないよホラーやらせようとしてたってことじゃちゃ。まあとりあえず詳しくはまず進めてみて。やったらわかる的な感じ。やったらわかるから。いけないの、いけないや。あ、豚さん触ればいいのかな。あ、動いた。あ、上手上手。あ、何何すごい。え、こんな動かせる感じ。謎解き系。そう、ちょっと軽い謎解きみたいな。姫はこの子に何をしてあげられるか。あ、いたいた。どういう状況、姫何も触ってない。あ、これを手をクってやったからなの。キコキコすればいいのかな。あ、上手。わー、こわ、なんかちょっとドロドロしてて怖いな。ガム体質なのかな。ガムブーちゃんってこと。ガムブーちゃん、なんか出た、なんか見てる。銃口がこっち向いてる。豚さんのなんで中にいたんだろうね。なんか照明も変わってきた。うわー、目があった。みだんまさん、おお、なんか吸い込まれちゃうかも。なんだなんだ、なになに、いで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 、お腹空いてると思われた。いいの、もらっちゃうよ。あ、いえ、え、ガチャ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 なのこれ。ちょっとパズルっぽい。うわー、なになに、あのうわー、なんて言うんだっけ。マトリオシカ。それそれそれ。うわスイッチでやるホラーゲーって聞いてたから、なんかもっと子供向けなのかと思ったけど、結構なんかグロくない。まあグロいと取るかも。おおおおお、サカか、サカか。なんだなんだ、ちょっとかわいそうだもん。え、待て待て待て、最高、最高み高くない。最高み高いね。ボールを、お、なんか友達いっぱいいる。ここに友達なの。わかんない、この子何。導かれてるよ。首がない。な、ほんと首が取れた。影の首が取れた。どこまで行くの。びっくりした。ん、何だろう。なんか押したら行かれたよ。あ、あ、なになに、怖いよ。またバトリオシカみたいな。ボタン口についてる。バナナだ。違う、手だ手だ。操り人形みたいになってるよ。手だよ。ここには引っ張れないから。引っ張れないんだ。あ、引っ張ったまま固定できるのか。よいしょ。あー、すごい。あ、なんかさ、ほっぺに手のひらみたいなあるよ。おお。あそこにはめてちょうだいってこと。ポーズ取らせるんじゃない。横だから。意外と趣味。あー、すごい。よしよし。あ、なんか腕なくなっちゃったよ。ちゃんとなくなってくれるんだ。腕飛んでていいの。それは教えてくれる。大丈夫。腕飛んでちゃった。でもここにはまったよ。あ、すごい。取れる。蓋をパカってするんだ。蓋って首、頭、首、ろくろ首。うわー、ごめんね。それでカラカラってすれば落ちるんじゃない。いいのかな。可愛い曲とともにこういうことするの。なんか悪夢の世界みたいな。いや、そうそうそう、サイコミが強い。ホラーっていうより、そうだね。びっくりした。普通に怖いけど、でも意外と優しいメロディー。そう、音が優しいことが結構。何の音これ主人公。主人公がヨロッポッチョが喜んでる。怖い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 、何もないんだ。うわー、やばい、怒ってる怒ってる。いいんだ、ぶち切る。血まみれ、血まみれ。どうして怒った。どうしてプッチョは後ろの人が血まみれなのに。あ、気づいた。それどういう感情。なんかよく分かってなさそうだね。はぁ、音を理解してない。うわー、怖い怖い、ついてくるじゃん。プッチョ、やっと怖いという感情を持った。追われてることに気づい。え、どうなのどうなの。怖い、逃げて逃げて。うわー、頭飛んできた。本当に悪夢だい。なんか、うん、今までやったホラーと違う精神攻撃のタイプのホラーだ。そうだね、びっくりさせてくるわけではない。うん、うん、お化けとかいう実態があるわけじゃなくて、なんだろう、優しい音色と怖い描写で心を揺さぶってくるタイプの悪だ。いや、悪夢だね。悪だやだ。ちょっとずつちょっとずつ怖い。何があるの。あ、ニコリスマイル、ハッピーゲームのマーク。ほんとだ、ビッ。うわー、フラッグ。フラッグ開始。なになになに、ここ立ったらあなたもハッピーになっちゃうよ。いいの、ハッピーになろう。うわー、おもちゃがいっぱいだ。なんか飛んでるよ。取れるのか。それをくっつけんじゃない。ああ、そういうこと、パズルだ。カチ。うう、おお、あ、同じ柄だ、これ。うわー、
どうせ首が飛ぶんでしょ、してるんだから。飛ばなかった。めちゃめちゃよかった。わしょわしょ、切れちゃうよ、ね、首切れちゃう。力強っ、解放された。じゃあワンワンついててあげる。ぶっちょわー、わりと手品し。おお、何でも助けてくれる。ナイスナイス。でも大丈夫、なんか結構仲悪そう。当たってる。うわー、先生、こんなに怒ってるよ。え、怖いんだけど。やあ、うらさけちゃったじゃん。それたことないよ。なあ、違った。なんだか、なんで手品始まる。マジシャン出てきた。君の頭取っちゃうぞ。うわー、正解じゃない。これなんだ、出てきた。ポッて行かんの、入る。うわー、さっきのピエロが怒ってる。うわー、そんな数少ない髪の毛引っ張っちゃう。あ、もう出ない。どこ押せばいいか。じゃあ、あと引っ張るだけ。おいしい、出た。うわー、全然違った、全然違った。なんだ、目玉が。わかんない。一緒に回れ。よいしょ。で、まだ一回くるくる回すからね。で、回して、ここ。オッケー。で、ここ。よいしょー。やったー。え、で、増えた、ちょっと待って。どこ翻弄しないで。終わり。あ、クリアしたっぽい。なんかみんな怒ってる、なんかみんな怒ってる。ハロウィンパーティーみたいになっちゃった。なにみんな怒ってる。怒ってるのこれ。ほら怖がってるもんだって。たこ焼き、白玉、部長。そういう夢を見たんだみたいになってる。どこ、いかにもそんな端っこに。みんなに刺さってる、みんな刺さってるよ。サッカーボールを取ろうとして、後ろのウニが伸びてる。ウニ、ほらほら、ほんとだ。まずいってそれ。前に行きなさいって言われるんだ。ぶっちゃん、後ろ。こわっ。ぶっちゃんの残機、大丈夫。危ない。ほんとにクリスマス教えたよ。ぶっちゃん、よけろ。なんか勝手にカットイン。どうした。いや、自ら行く。え、この子の脳がわからない夢は。え、起きた。あれ、夢落ち。あれ、でも、ちょっとクリアしたのかな。この前、エンドール。うわぁ、まだ夢は続く。あ、取られちゃう。うわ、取られちゃう。また寝かされた。悪夢の中に押し付けられてるんだ。なに。うわ、あ、たこ焼きになってる。たこ焼き、さっきまで髪の毛なかったのに。うわ、うー、なんか出てきて怖いね。白昼夢。後ろ危ない。気づいた。落ちちゃう。いやー、うさが、うさぎちゃん落ちたよ。ぬいぐるみ、あ、取ってあげる。あー、悲しい。なんか、食べれた。よくわかんなかった今。え、待って、どこで寝てるの。優しい世界。おい、大きになって。おお、ウサちゃんいるよ、ほら。ほら、さっき落としたやつ。なんだー、あー、持ってかれちゃう。ほら、ウサギ。え、友達だった。友達っぽい。絶対友達じゃないと思うけど、その見た目。すり足、あー、いいよ。だってずっと回ってるだけじゃん。おい、なんか出てきた。なんかベル、あれ、キリカの鐘。キリカの鐘。顔あるけど。なに。あ、穴開いた。アリスみたいな感じかな。吸い込まれたね、アリス。あ、それ鳴らすんだ。じゃあ、なんか生えてるけど。あ、いっぱいカンカンすればいける。なに、これ残念の子がすごい大きい。かわいい。え、こわ、あと、ひなが作った壺に似てる。ひなが作った壺に似てる。あー、こわ、食べちゃう。やめろ。なに、タイトル回収。ループするの。なに、ちょっと待って、冷や汗やばいんだけど姫。え、ちょっとやめよう、これあんまりやるとやばいかも。ちょっとそうだね、姫、罪を犯しちゃうかもしれない。罪、何するの。精神がいかれちゃって罪を犯すかもしれないから、ちょっとここまでにしていいか。ちょっと震えてるもんって。とかブルブルしてる。怖い、おかしくなっちゃうよ。ねえ、このゲームのハッピーって何？ハッピーって何だろう？何なんだろう？人にとって幸せって何だろう？多分やっぱり人によるよね、幸せの感じ方は。姫はなんか哲学的。姫！姫はやっぱ楽しいことしてるときハッピーって思うかもしれないけど。姫が取られる。姫帰って。この子はこの世界の中ですごい幸せを見つけてるのかもしれない。姫！さっきも笑ってたし。人によっては。姫！あれ、もしかして今姫夢見てんのかな？起きて。姫は幸せかな？姫は幸せで大丈夫。大丈夫？起きて。ちゃんとハッピー感
感じてる？姫大丈夫、起きて起きて。あんまちょっと考えすぎないで。わかった、前向きに行こうかな。よし、みんな現実を見よう。悪夢には気をつけて。囚われるなよ、前を向いて生きるんだぞ。はい、それではごきげんよう。みんなで幸せになろう。そんなほがらかに言わないで、逆に怖いよ。タンタカラータ、タンタカラータ、タラックベビータンナカート、チュチュキヨ、タラックしてねー。おほほ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